んな感じです。でも今思ったんですけど、これやっちゃレビューめちゃめちゃしづらいですよね。壁にかけたいと思います。はい、実際に壁にかけるとこんな感じです。一応ね、入れてるのはここにイヤホン、 iPhone、 モバイルチャージャーで、ここに財布、ニコン、任天堂 3DS、 めっちゃチカチカしてます。電池やばいです。で、ここに、今何も入ってないですけど、A4 とかの何かしらの大事なファイルとかポンと入れといてもありなんじゃないかなって感じですね。全体的に見るとこういう感じです。今ここにこう吊るしてますけど、くるりーっと。ここにペチャってこう、今ちょっとつけるものないんであれですけど、壁にくっつけることもできますね。はい。こんな感じですね。僕は小物入れを買うにあたって、重要に思ったのが、なんて言うんだろう、その手軽さですね。なんだろう、僕結構すごい面倒くさがりなので、こういう引き出し型の小物入れにいちいち一個ずつこう入れていって、こう一個一個取り出すのはすごい面倒くさいんですよ。なんでもうパッて入れてパッて取り出せる、この感じがものすごく良かったです。実際にどんな感じかっていうのをやってみましょうか。それじゃあ。どうでしたか？めちゃめちゃスピーディーだったでしょう。これがあればね、もうストレスフリー、なくし物もゼロ。でね、僕はもうこれからね、優雅なね、人生を送ることができるであろうと思われます。これからね、iPhone とか、財布とか、メガネとか、僕の心の隙間とか、全部この中に入れてね、しっかりと逃げ出さないように、して、で、使うときはパッて取り出して、活用していきたいなと思います。はい。ちなみに、僕が、いわゆる、物がいつも見つからない状況。今までの僕の例をやってみたいと思います。どうぞ。どうですか？もうね、めちゃめちゃストレス溜まりますよ。朝起きて時間がないのに、自分のものが全然見つからないって言って、どうしよう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 ってなってる時、もう時間がない、やばいやばいっていうね、この、もう心にね、余裕がなくなる感じ。もうなんか、嫌になっちゃいますよね。本当に。はい、ということで、どうでしたか？こちらね、ウォールポケット。まあ、結構ね、いろいろ収納力もあるし、まあやっぱりその、きっちりとしまうというよりは、パッとしまってパッと取り出すための用途が強いんじゃないかなと思います。僕はものすごい気に入っております。最初、引き出し型を買おうとしたんですけど、これを見た瞬間に、あ、これだと思いましたね。ちなみにこちら、ビレッジヴァンガードで、発見して、価格はだいたい1300円ぐらいかな。1380円かな。確かそれぐらいだったと思います。一応下にリンク貼っときますので、よかったらチェックしてみてください。かなり便利です。ちなみに色は、イエローと、僕が確認した中では、イエローとブラウン、アイボリー、あとピンク、ショッキングピンクって感じですかね。がありました。なんでよかったら、チェックしてみてください。下にリンク貼っときます。じゃあ今回はこのぐらいにしておきましょうか。本日はこちら、ウォールポケットのご紹介でした。バイバーイ。